三沢山は、岡山県の岡山市中区にある低山。標高は169メートルである。なお、総山と訓じた場合は、三沢山西北一帯の地名を指す。かつては三沢山や三海山とも表記されていた。岡山市街地の東部にある低山で、高楽園の百景となっている。三沢山の169メートルを最高地点に、東に向かって、円山。 か西山が連なる。三沢山は古来、秉山と呼ばれていた。江戸時代になり三階山もしくは三沢山と呼ばれるようになった。後、三沢山と表記されるようになった。古代祭祀が行われた場所であり、山上には岩倉があり、古墳が多数点在し三沢山古墳群を形成している。三六には草元寺、仏神寺、岡山県国神社、少林寺、 安住院、温徳寺などの神社仏閣が点在する。また、丘陵上には、木び岡唐木神社、炎山不動明王、三君神社と明前寺城跡など神社、遺跡がある。江戸時代には、岡山藩の藩有林となっていた。明治以後は、国有林となり、現在に至っている。丘陵には遊歩道が整備され、三沢山公園となっている。 平成11年に建造された里山を学ぶ施設である。三沢山に関する情報、書物、展示物などを備えており、触れ合いスペース、会期室、多目的ホールが設けられている。また、周囲には、触れ合い広場、炭焼き小屋、農園、果樹園が設置されている。自然観察会、自然、歴史講座などのイベントも開催される。三君神社は、 三沢山の西に伸びる稜線の端にあった神社である。明治8年、国の施策の元地元有志の手により、岡山市街が眺望できる場所に創建された。祭人は、和気清ま楠木正幸、小島高徳の三君、旧社格は、県社。有志による創建であったため、うじ子が存在しなかった。このため、太平洋戦争後、近代社格制度の廃止により、 神社の運営が不可能となり、昭和22年玉井宮東照宮の境内に先座した。ありがとうございます。